今回は BGM について少し語っていきたいと思います。はい、直径が 56.06mm、 本体幅が 42.07mm で、重さが 64.2g となっております。軽いです。シグネチャーの詩はなしと。はい、シグネチャーの詩はなしと。あとこの BGM なんですけど、ターニングポイントの他のヨーヨーとは、まあ、差別化されたモデルとなってて、基本情報で 64.2g かな。軽いよね。そう、軽い。ターニングポイント特有の芯が入ったフィーリングがちゃんと残っているから、軽いのに動かしやすい。軽いヨーヨーってなんか比例して動かしにくかったり、あ、てかな、吹っ飛んでっちゃうって言いましょう。そう、うん、動かしにくいっていうか吹っ飛んでっちゃう、うん、なんか自分の思うようにあまりコントロールができない。あの、ここにいたいっていうその先にいる。あ、そうっていうか、そうね。まあ慣れれば関係ないんだけど、ね、そう、慣れるんだけど、そういう風ななんか軽いヨーヨーの欠点なんかな。安定性に欠けるって言いたいんでしょ。うん、そうそういう軽いヨーヨーのそういった特徴が軽減されてるっていうか、芯が通ってるから、今までにないヨーヨーとなってるかな。なんか TP の軽いけど TP って言ったら、そう、この安定感と、このなんか、うん、安心できるというか、うん、なんかちゃんと使いやすいよねっていう感じなの。そう、 TP っぽさがちゃんとある、そう、感じのヨーヨーだよね。これね、初めて言った時ね、言いにくいと思った。あー、なるほどね。理由はですね、実はこの BGM、これかなりレアなんですけど、まあ、福袋に入ってたプロトタイプ、そう、BGM のプロトタイプ、まだ世に出回ってない時、これが一番最初に自分福袋で出て、初めて食ったんだけど、なんか正直今でもなんだけど、あんまり使いやすくないなって思ったんだ。思ったんだけど、このプロトタイプが福袋とか旅に次のプロトみたいな、これ一番最初なんだけど、これ一番最初だねって感じで、どんどんアップグレードしてって、ブラックの BGM 出たあたりから急に使いやすくなった。別のヨーヨーみたいになってたよね。そう、もしも使いたい人がいたら大会とかで声かけていただければ、もちろん振らせるのでぜひどうぞ。今見たら分かるんだけどさ、もうここの形が違うんだよね。そう、違うし、リムの幅がね。そう、リムがね、プロトタイプの方がでかいし、リムの形も違うしで、結構違うんで、振ってみれば絶対違うと、振ってみれば圧倒的にもう製品版が最強。うん。なんかストレスなく振れるんだよね、これは。めちゃめちゃタッチがしやすい。そういう意味でもストレスがかからない。こういう風な丸みを帯びた感じのやつが、すごい好きだなぁ。ガッガッガっていうのあんまり好きじゃなかったんだよね。それもやっぱり、アヌビスからこっちに乗り換えた。あ、理由の一つ。その他になんか乗り換えた理由とかあれば。前半話したストレスがかからないっていうのが一番大きくて、当時アヌビス振った時にはあんまり感じてなかったんだけど、アヌビスを振っていくにつれて、自分ボディの形丸い方が好きだなってだんだんなってきたんだよね。なるほどね。そう、今までターニングポイントのヨーヨーをパルピテーションとアヌビスしか振ってこなかったんだよ、僕。だからあんまり好みが分かんない状態でアヌビス振ってて、もちろんいいヨーヨーなんだけど、キャッチした時にストレスかからないのがすごい好きで、そういう意味でもが BGM に乗り換えた理由かな。あと重さが軽いからずっと振ってられるんだよね。物理的な意味で負担が少ない。そう、物理的な意味で全然疲れない、このヨーヨーは。な感じかな。個人的に BGM は 3A で使ってほしいから。そうだね、使いやすいね、BGM3A。 めちゃくちゃ動かしやすいから、ノンストレスで 3A できる。そう、そうなんですよ。キャッチもしやすいし、直径がまあフルサイズだから握りやすくて綺麗に投げ出せるから、しっかりスリープしてくれるし、そういう意味でもなんか俺は 3A って大好き。ああ、そうね。1A より親さんは 5A で使ってますけど。そうね、 5A もいいよね。それなりに幅があるから糸つからないし、普通に 5A でも余裕で使える。そう、余裕で使える。オールラウンダーという。オールラウンダーだね。尖ったところがないヨーヨー、いいヨーヨー。そう、本当にいろんなプレイスタイル楽しめるヨーヨーになってるよね。これ買ってから好み分かってっていうか、これ本当になんかもう万能標準みたいなタイプだから、これ一回買って、直径置きようがいいなとか、ちっちゃい方がいいな、分かるかもね。そう、なんか分かるかもしれない、分かるかもしれない、もしかしたらそういう使い方も、ありだね。ありかもしれない。確かに、オールスタンダードってなってくれるような機種だなと思って。せーの、4。これで JN 優勝したのに4ですか。まあそうっすね。あの
僕のシグネチャーの MSG。まあそっちはね、うん、上位互換が。そう、上位互換ってだから、そういう意味で相対的に見て4。そう、相対的に見て4だね。これ出る前は5だった。5だね。あ、まあ、メインにしてたし。やっぱり大会の練習してて軽いしストレスかからないっていうのもあって1時間2時間余裕で練習できたんだよね。まあ、星5と言っても過言ではない。うん、過言ではないね、これは。まあ、俺はね、まあ、星3なのはね、使いやすいんだけど使いやすいって終わっちゃう。あそう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 、単純にゆうまくんの好みではないっていうのも入ってる。そう、好みじゃない、軽すぎる。うん、うん、ちょっと軽すぎるかなっていう。ワーで使う面で言ったら3なんだけど、釣り絵で使うって言ったらもう5か。あ、これはマジで押したいな。あんまり使ってる人見たことないけど、うん、個人的に釣り絵では星5になっちゃう。BGM で和平でって言ったら、ね、TP 内の相対的な意見ってなっちゃうと3ぐらいになっちゃう、うん、でも、まあ、いいようよと思う、うん、から他人のおすすめ度っていうと、せーの5、4か、ね、あ4か、うん、これはこれ結構他人にはおすすめするな。最高に突き詰めたっていうか、めちゃくちゃ動かしやすくて、ね、形もちゃんとスタンダードで丸くて、うん、振りやすくて、もう何でもできるから持っといて損はないし、 3A で振ってくれたらまあ嬉しいかなっていう、すごい使いやすいから、うん、そういう意味で俺は結構押したい、うん、これは押せるかなと思う。なるほど、まあ、全国チャンプ生み出したモデルですしね。まあ確かにそうですね、うん、まあ、この性能の良さはもう JN1 位取ってる人がいるっていうことがもう最大の証明だと思われるのですが、うん、超使いやすい。これは今でもちょくちょく振ってるもん。あ、やっぱり、うん、やっぱり好きだから、まあ、本当にまあ結果出してるってのがマジで、うん、証明で、これより証明だよね。最高のいい超オールラウンダー系の超 TP の用意